旧チャンネル。はい、どうも旧です。本日はビルダーズ2の続きをやっていこうと思います。前回ね、ここを頑張ってね、作ったところですね。さあ、では、次のクエストをどんどんやっていきたいと思います。はい、できました。すごい喜んでるのにねえ、やりがいを取り上げんでくれって言われましたね。いやー、喜んでるのか悲しんでるのか分かんないですね。では、次のクエスト行ってみましょう。なんだろう、はあはあはあ、玉座にいや、そうなりますよね。いや、今ですらね、なんかぎゅうぎゅうなのにね、作業台もあってね、ヨーコロンもあってね。ではちょっとヨーコロン一つどかしました。こんな感じでベッドを今並べております。なんとか入りましたね。はい、では、そんなんでじゃがいもを一回ちょっと中に入れてから話してみましょう。お？金ということはビルダーの金かな？いつも通りの。そんな感じかな。お、集まるんですね。ふんふんふん。設計図ですね。あー、壁を修復とあとドアをつければいい感じですね。なるほど。あー、なるほどね。壊さず取っておいた方がいい。なるほどね。では言われた通りね、やっていきましょうか。おお、みんな頼りになるな。あとドアだけかな。いやー、それにしてもボロボロだな。お、レベルが上がった。鋼の剣来ましたね。新しい武器ですね。多分一番強いのかな。今ね、ドラゴンキラー装備してるんですけども、普通のね、今までの、ドラゴンクエストの作品だとね、ドラゴンキラーの方が強かったようなイメージがあるんだけど、今回は違うんですね。これで部屋も完成ですね。鋼の剣を作っておこうかな。あ、作れない。鋼のインゴットがいりますね。鋼のインゴット。
はい、では、終わりましたので、報告に参りました。新しい仲間が増えていくのかな。じゃあ話してみましょう。ビルダー以外が鳴らしてもあまりいい音が鳴らないみたいですね。ではやっていきます。来ましたね。いっぱい来た。トイレ。へえ。井戸まである。それじゃあ新しい仲間に話しかけてみましょうか。女の子っぽいですね。ドラゴンクエスト2もね、あの女王様でしたもんね。だったので、女の人が多いのかな。よく見ると荒くれと農民もいますね。確かジャガイモがあるから畑耕してくれるのかな。荒くれはちょっと分かんないけど。おお、王様直々に頼みがあるみたいですね。おお、何でしょう。
じゃあ頑張って再建していきますか。アネッサはね、なかなか更新年があるみたいでね、難しいですよね。あー、やっぱそうですね。早速来ましたね、罠。では設置していきます。こんな感じでいいのかな。こっちの方から来るから、この辺に置いとこうかな。あともうちょっと倒しちゃった罠に引っかかる前に倒しちゃいましたね。これで OK かな。罠はいいですね。戦わずにして勝てる、そんなね、罠ですね。今度は、ああこれも壁っぽいですね。壁だけ囲えばいい感じですね。うん、なるほど。おお、来ましたね、新しいハンマー、ウォーハンマー。お、鋼のインコット。これで鋼の剣も作れますね。いやー、よかったよかった。はい、ではですね、この辺で前回のコメントをさらっていきたいと思います。ではまずお一人目、ひろまかほさんですね。いつもありがとうございます。ムンブルク、いい音楽。犬になったジョーが出てくると思ったんだけど出てこなかったので少しがっくり。戦いの島とは一体どうなるのかな。次回が楽しみです。編集お疲れ様でしたということです。いつもありがとうございます。 BGM ね、本当にいいよね。もう戦いの島どうなっていくかね、今やってますけどね。今ね、戦いながら建築というね、こういう形でね、本当忙しいですね。ありがとうございました。では次の方、ゲーム実況のんぺたさんですね。応援ありがとうございます。ビルダーズ2は体験版しかやったことがないので面白いですよね。お返しに登録させていただきました。お疲れの出ませんようにマイペースで頑張りましょうということです。ありがとうございます。温かいお言葉ね、本当嬉しいです。またね、来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、ではですね、アリアさんですね。高評価しましたということです。いつもありがとうございます。毎回ね、来ていただき本当に感謝しております。またね、よろしくお願いいたします。では動画の方に戻っていきたいと思います。いや、寝てるところね、起こしちゃったけどちゃんとお話聞いてくれましたね。発生ってことですね。ちょっとここ壊して他のもの置いていこうかな。綺麗にしていきたいので。ジローム、今度は何でしょう。なるほど、ここかな。じゃあここに
作戦会議室を作っていきたいと思います。なんだっけ、これか、これとこれとあとこれか、これでいけるはず。じゃあちょっと設置してみましょうか。小さいんで部屋がそんなに大きなものではない。あ、大きいもうここしか置く場所がないな。こうしてこれでいいか。お、できた。うん、なんとかできたとか、設置しただけだけど。そうそう、何の意味があるかちょっと知りたいな。雰囲気、うん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 、できるのじゃ。へえ別に何もないんだ。あー、それは確かにそうだね。あ、次は入ってきてくれましたね。そうだね、この前来てくれた子だね。いやーでも武器が入れ替わったら普通気づくんじゃないかな。さすがにね、気づく気がしますけども。なるほど。では城の外へ。こっかな。よいしょ、よいしょ。あ、そういえばウォーハンマー作ってないや。ウォーハンマーではもうちょっと楽に削れたんかな。ちょっと余分にね、取っていきたいと思います。多分いっぱい使うと思うんで、ウォーハンマー持ってこればよかった。はい、集めてきました。なるほどね。では次はまたアネサかな。いやー、これ広いですね。いっぱい壁作らないといけないかな。そうだね、陣地がどんどん増えていく、いい感じですね。はい、ではですね、今日はこんなところで終わっていきたいと思います。最後まで見てくれた方々本当にありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録、高評価、コメントなんかお待ちしております。ぜひよろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いいたしましょう。またねー。